とうございます。塩田さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。いや、出て欲しかったです。ずっと待ってましたこの日を。なんと塩田さん、全日本女子ミンダーマ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にすごすぎて、なんか私コンペの帰りだったんですけど、ネットで見てて、マジかって叫んじゃいましたからありがとうね。あれはちょっと嬉しかった。いや、本当に今季絶好調って聞いてたんで、やってくれるんじゃないかと思ってたんですけど、どうでした？なんかもうゾーンに入ってた、ゾーンに入ってたかなと思います。あ、ミスかなと思ってもうまくいっちゃったり、すごい芯に食ったボールも多かったし、ちょっと乗ってた、乗ってた、なと思います。まあ、この後ね、いろいろ聞いていくんですが、2回目なんですよね、塩田さん。はい、優勝がね、やっぱ2回目は違いました。あ、やっぱりなんか1回目はもう初出場で取ったんだけど、なんかもうあれよあれよという間にあれ取れちゃったっていう感じが多かったけど、1回目初出場だったんですか？ミッドに初挑戦て今回はもう取りたいと思って取りに行ったから、今回の方がちょっと優勝カップ重く感じたかなって思うかな。もう今季は絶対っていうのがあったんですか？なんかまあやっぱり乗ってたし、それまでも結構乗ってたので、今回ちょっと取りたいなとは結構強く思ってた。それで取っちゃうってね、本当にあの戦ってるね、他の人たちもいたと思うんですけど、強かったですねありがとうございます。ありがとうございます。じゃあその中でね、塩田さんの18ホールに今日密着したいと思います。皆さん、塩田さんのいいところどんどん盗んでください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。35をちょっと8番でハーフトップで打ったんですけど、手前からちょっと凍っててガーって上に行っちゃったので、ちょっとパターが大変そうです。いい感じ。あ、すごい跳ねる。でもいい。ナイス。朝から大変なロングパットです。なんかあられみたいなの。今日はちょっと凍ったグリーンとの戦いだと思います。塩田さんのその和合、決勝のティーショットってどういう、やっぱりなんかその一打で。ちょっとリズムとか自分のモチベーションとかが決まると思うので、ちょっとワクワクとドキドキとちょっと不安と、なんかすごい入り混じった感じ。1段目はうまくいったんですか？1段目はちょっと右プッシュだったの。右プッシュだったの。右プッシュだったの。あーとか言う、誰もないショットって言ってくれなかったの。そのスタートだったんですね。そうで、そこからつま先上がりのちょっとね、ラフで浮いてたんだよね。で、木を、林を越えなきゃグリーン狙えないとこだったんだけど、なんかね、打ちやすかったのすごく。で、打ったらマシンを食ってオンして、あ、今日いけるかもって、それでちょっと思ったかも。そこはパーで上がって、パーで上がって、大体みんなティーショットで負けた瞬間もうなんかザワザワしてきて、なんかちょっと今日どうしようみたいな感じになるけど、
まあ、ちょっと打った瞬間はねちょっとざわっとしたけど自分とも。インスタートアウトスタートインスタートインスタートですね、うん、インスタートでインが33で、ね、インがね最初がね3オーバーだったのパー35で38、もう2番ホールはちょっと開けててあんまりハザードがないところだから、うん、でちょっと上りなのね。で普通に真ん中に行けて、うん、でセカンドがバゴって結構砲台ほとんど砲台で、うん、で周りがバンカーで囲われてるからセカンドをもしバンカーに入れちゃうと目玉になっちゃうね。あなんかみんな言ってましたよ、もうバンカーが本当ダメでみたいな、うん、そうそうそう、バンカーの砂が、ね、ちょっと柔らかくて、うん、で入っちゃうともう半分目玉とか、うん、なんならもう顎に刺さっちゃってアンプレしないといけないとか。そんな、そう本当にバンカーにいかに入れないかっていうのがみんなでよく喋ってたぐらいだったから。でセカンドが残り130の上りだったんだけどもう絶対に手前のバンカーには入れないっていうので、でもピンがちょっと手前だったのね、うんうん、だからもうでもオーバーしてもいいから絶対入れないっていう気持ちでやってたら、うん、そしたらグリーン真ん中に行けることができたから、まあ、それでもちょっとホッとしたかな。おじゃあもうそこも切り抜けて、うん、切り抜けて2パットで2パットでパー、パーほー1、2といい感じに、そうそういい感じに来てますね。さあ打ちますか。じゃあ行きますか。ナイスショー、ありがとう。いつもの塩田さんボールが出てきました。ナイス。ラフ。ラフかな。ね、ナイス。学んでた？はい。レッスン行ってましたか。そうだよね。レッスンに変えてますか。でもいいね。でもだいぶなんか、うん、もうどうしようゴルフ本当嫌いになるかもみたいな感じがなくなって。うんうん、練習が今すごい楽しい。あーよかったね、うんうん、もう人生でこんなに練習したことないぐらい今練習してて、練習場大好き人間みたいになって。あ本当によかったね。あとは体だけ壊さなければ。そう体だけ壊さないように、うん、でもスイング変えて前は100球とか打ってもなんかあちこち痛いとか、うん、右肩痛いとかあったんですけど、うん、今はもう全然200ぐらい打ってる、まあまあ、あじゃあなんか正しいこう負担のないスイングに変えられてる。綺麗だね、その冬でもすごい前から。今日はもう抜けるとカンカンしちゃうと思うので手前から行きます。上りだけど、はい、4番アイアンだよ、うん、左ちょい左だけど、あ、右に行きましたよ。手前からナイス。3番ホール、うん、3番ホールまではもう順当に2オン2パットで行ってたから特にトラブルもなく、トラブルもなく、うん、バゴーは前ホールバンクあるんですか。そ手前に全ホール、そう全ホール手前、全ホール、あ全部手前じゃないけど、うん、あの井上誠一のやっぱ設計なので、うん、花道が必ずあるんだけど、うん、狭い狭いし、砲台の花道だから駆け上がっていかないで横に行っちゃう感じ、バンカーに吸い込まれる系の。そうそうそう、だからもう本当難しい。手前から行く人は難しいのかな。じゃあもう必ずグリーンを捉えていかないと転げ上がるみたいなのはないってことですね。そう、駆け上がることはまずなかったかもしれない。じゃあちょっと52度で転がしてみます。もうちょっとだったかな。むずいですね、このカンカン言うか言わないか。そうそうそう、うわー早そう。早いちょっとやめて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 、あーやだこらめっちゃ早い。早っ、ね、冬はでも夏と同じようなスコア出そうと思っちゃダメなんだろうね。そうですよね。ちょっとでも結構変えるんですか、そのアプローチのバンスとか。変える、変えます、うん、やっぱり下が硬い、凍ってて硬いので58度とか使っちゃうともうなんか
バーチが効いちゃう、うん、で52度とかで打ち込んで転がすように。あの塩田さんのクラブセッティング、はい、今まで多分皆さん気になってたと思うんで大公開しちゃいたいと思います。ドライバーはマルマン。マルマン鉛張ってますよ。鉛張って結構張ってます。4枚張ってるよ。重にしてます。シャフトはアッタスの G7 重め SR、 しかも9.5度。 10.5 だとやっぱり高く上がっちゃうから 9.5 にして、それでも高く上がっちゃうんだけど、これが一番良かったかな、いろいろ打ってみて。次が3番ヘッドが同じかな、同じバンキッシュで、鉛張ってる。鉛張ってます。ヘッドに鉛張るのはこうバランスがやっぱこっちに、そうバランスが、私がこっちの方がこうヘッドが走る気がして。へー、5番も一緒。あ、ちょっと違う。これはでも、あ、そうだ、5番はね、なんかね前コンダクターを使ってて、同じバルマンなんだけど、でもなんかこっちの方が好きだなと思って5番だけ、はい、でシャフトは、でシャフトは同じアッタス SR、 うん、SR4番、アイアン4番から入っております、はい、そんな女子は今までいないんですが、はい、5、6、7、8、9からの10。はぁ、これシャフトはなんか、シャフトはでも純正の、純正なんですか、うん、SR でも純正の SR ですね。そう、9、10P で、ここに来て一つ気づいたことが、ユーティリティがない。そう、簡単に打てて球も上がる、いいクラブだとは思うんだけども、やっぱりちょっと形がしっくりこない。うん、ウェッジが2本。あ、2本なんですね。うん、2本で今は58で打ってるかな、で52で転がしたりとか、あと、まあ、ちょっと距離残ったら50、そう、距離残ったら52にして、あとは全部58でどうにかこう変えて打ってる。10番までは SR なんですけど、P から違うんですね。P からは、そう、前のコンダクターっていうのにして、もうずっとこれも長く使ってるものです。コンダクター、うん、ウェッジ P からコンダクターで、これがスコッティキャメロンのゴロ S5、 あとはセンターシャフト使ってます。パターの秘訣なんですね。秘訣、はい、当分ずっとこれかな、気に入ってるので。よっぽどのことがない限り、うん、そうそう。塩田さんのキャディバッグで面白いの発見しました。これは日本アマとか日本ミットとか、これあれですね、試合に出た人しかもらえないネームタグ、ネームタグ JGA の、かわいい、こういうのいいですね、記念に。以上でした、塩田さんクラブセッティングでした。氷張ってる。前から、あったかいとこから、あったかいとこから乗せていきましょう。はい、お、いいけど跳ねる、絶対跳ねるかな、止まれ、お、止まった、止まった、うん、じゃあやってた、やっぱちゃ。私はね、横から行くんで、はい、3番までもう2オン2パットで、4番ホールで確か左のバンカーに入れてしまって、お、初バンカー、そう、ショートだったんだけど、170くらいのショートで4番アイアンで打って、で私の持ち球のちょっとこう引っ掛けが出てしまい、おバンカーに入って、あ、ついに入ってしまったかと思ったんだけど、そこから寄せてワンパットでパーで、やっぱりあれ今日なんかいい感じだな、いいかも、うん、強気下りのコートに、はい、ナイスパー、はい、ありがとう。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもね、たくさんお待ちしています。塩田さんに聞きたいことをどんどん、この動画の多分6本7本上がると思うので、たくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。